はい、どうも皆さん、こんにちは。今日の川崎、11月1日火曜日、もう3時15分なんでね、今日第1レースがもう、決着してるんで、まあ、ちょっとね、明日のロジータ記念のね、予想を、まあ、ちょっと見ていくかなと思います。まあ、一応ね、ここまだ、何も入れてない、あ、もう一応入れてあるんでね、まあ、ちょっとこれを軸にね、まあ、ちょっとやっていきたいんですが、ちょっと今ね、川崎競馬クラブ見てましたら、なんかロジータ号が、昨年12月にまあお亡くなりになっていたと。一応、まあ、今日の11月7日から、今回戦最終日の金曜日まで、献花台を、設置しますということでね、川崎競馬の方からお知らせが出てます。ロジータ号、1990年に引退してから創設されたロジータ記念。2歳の10月デビューからわずか1年4ヶ月の競争性。勝つの間に15戦10勝。1年4ヶ月。あ、まあまあ、ローテーションとしては悪くないですね。3歳のニューイヤーカップ初重賞にして、京浜杯、桜花賞、そして羽田杯、東京ダービー、東京桜冠賞と難関タイトル3冠を牝馬が手に入れたのは唯一無二。そして、JR エコーリオの東京大賞典、川崎記念、での引退レースまで合計8つの重賞を勝ったと。すげえなー。母となってからも続々と活躍を繰り出し、2007年誕生の大澄イレブンを最後に繁殖を引退。娘や孫たちに囲まれて生まれ故郷の、高瀬牧場を過ごしましたが、30歳となった昨年より立ち上がるのにも時間がかかるようになり、12月には馬房内で、お亡くなりになったって亡くなっていたと。まあ、かわいそうっすね。こんな重傷目前にかわいそうに。まあ、一応、川崎競馬の方からね、クラブ、ブログの方から、出てますんでね、ちょっとご確認ください。まあそんな、まあ一応ね、それもありますけど、まあとりあえずね、予想していきたいと思います。まあ、献花台がちょっとどこに設置されたか出てなかったんで、これに関しては後で確認しましょうかね。まあ1時間前に川崎競馬の、クラブ部、川崎競馬クラブのブログ13時頃に出てたみたいですね。川崎競馬第一入場も光の、まあ、ロジータ号前に、設置みたいです。まあ一応ね、献花台ちょっと見に行きましょうかね。そしてではね、順に見ていきたいと思います。1番ステップオブダンスは、森田特使で6番人気。2番イクノちゃん、川崎から伊藤博特使が12番人気。3番アムールリアン、浦和から、重田健一騎手で9番人気。そして4番、本命の銀ちゃんが、まあ、竹谷受刑騎手のまま、2番人気5.3倍と。5番、川崎からアップトゥーユーは、マシュマネス騎手で3番人気。6番ミスアンナ、高知から赤岡主軸手来て13番人気。7番ダムールベルン、なぜか1番人気。そして8番シェアハッピー、大井から和田丈司騎手、8番人気。9番ガロ、大井から来て、柏木武尊騎手、14番人気。10番笠松からアベリラルビーは、金沢から吉原裕斗騎手、10番人気。11番、浦和からスターインパルスは、石崎俊騎手で5番人気。12番川崎からグラスサファイア、今野忠成騎手、7番人気。13番、金沢から山見ダンスは藤田浩二騎手、11番人気。そして14番、ローレライは、まあ、一応多いから、三河本範文騎手が来て、6.1番、4番人気ということでね。まあ、1番人気のダムールベルをもともと推奨しないんですけど、銀ちゃんが2番人気と。そしてスターインパルスが5番人気、ローレライが4番人気というね。まあ、人気ということになっておりますね。13番、山見ダンスは11番人気。そして1番ステップオブダンスが6番人気、8番シェアハッピーが8番人気か。まあ、それほどぶっ飛んだ穴っていうのはまあ8番ぐらいか。まあ、一応推奨しちゃってるんですけど。まあ、ちょっと見ていきましょうかね。まずまあ、でも、見ていくまでもね、ちょっとオッズ見ていきましょうかね。ちょっと3連単で、人気順にしたいと思います。1番人気が、1番森田特使からステップオブダン、銀ちゃん、そして14番ロレライか。そして2番人気が1番から14番、4番。そして3番人気が、銀ちゃんからスターインパルスと。そしてローレライからアップトゥーユー、銀ちゃんからアップトゥーユー。そしてアップトゥーユーからローレライ、スターインパルスからローレライ、アップトゥーユーから銀ちゃんと。まあ、案外軸にがっつり絡んじゃってるという、29.1倍。俺がね、予想したのが45点でね、一応もう一回出しておきますが、こちらになります。まあ、今回はね、1番のステップオブダンスがね、あんまり軸に入れてないんで、まあ、なんだろう、この競争にもともと過去2、3人見てると、まあ、先行馬が有利っていうのもあるんでね、まあ、ちょっとあるんですけど、まあ、ちょっと過去の払い戻しともね、出しながら、
少しは解説もしていきましょうかね。一応これがね、人気順のオッズになります。まず、過去3年間ぐらいの、まず去年のね、ロジータ記念の、払い戻しからお知らせしましょうかね。去年の第27回ロジータ記念、ミス・ミランダ・モリタイトキシが勝ったのが、5672で、2番人気で制覇。そして2着のリンダ・リンダが4342で、マシマ大輔騎手で1番人気2着。3着ポッドガゼールが滝川樹騎手で7755。6番人気でね、まあ、3着ということで、まあ、先行馬が、まあ、若干勝ってる感じがしますね。そして逃げたディーズプリも石原裕人騎手が、10番人気、10番人気8着。そして2番手につけた本田正尻騎手、スワデラ。こちらが5番人気で6着。3番手につけたモダンウーマン、山崎誠司騎手、まあ、去年の桜花賞ですね。3326で3番人気ね、11着となっております。で、3連単2番人気、1番人気、6番人気で7960円。そして去年のロジータ記念は、ララベルが制覇して、これが一応1番人気で、まあ、4422、まあ、先行馬ですね。そして2番、2着が東高ヴィーナス、大山慎吾、逃げて1111、6番人気2着。そして3着が、笹川翼騎手の藤野ドラマ、8755でね、4番人気3着と結果、1番人気、6番人気、4番人気で2万3000円。まあ、2万3390円と。まあ、この時は2、まあ、先行馬、逃げた馬が有利だったと。そして2014年、ノットオソリティ号で、三鴨騎手が制覇した時は、逃げて、そのまま4番人気で勝ち、2着がモフモフ、今度ただなり騎手。調教師はやっぱり安池さんですね、自分の厩舎と。6432で1番人気2着。3着クライリングが山崎誠司騎手で7556、9番人気で3着と。2番手につけた、時のセレブ号三沢ジョージ騎手が5番人気、8着。そして3番手につけた川原翔一騎手、東高人気が、3344で3番人気6着というね。まあ、若干でも、逃げるよりはね、前にいた方が、まあ、いいかなという風になるんでね。まあ、若干先頭争いが、まあ、混雑しそうな、気がするんですけど。まあ、今回ね、俺が予想した、まあ、先行馬、ちょっと見ていきましょうかね。まず1番、1番、まあ、ステップオブダンス。この子に関しては、ね、やっぱり先行馬っていうね、扱いにしております。そして2番のイクノちゃん、これを度外視。3番アムロリアン。ここに関しては、ね、逃げ先行馬で、無視してます。で4番銀ちゃん、まあ、逃げてもいいし、前につけてもいいという感じでね。そしてアップというか、まあ、一応逃げ馬。6番ミスアンナ、先行馬としてなし。7番、ダムールベルンが一応先行馬としてはね、なしにしたんですけど。この子でも賞金銀ちゃんより安いはずなんだけど、730ぐらいしかないんじゃね？732万ですね。ちょっとね、後でこの子のね、タイム成績ちょっと見てみたいと思います。そして8番シェアハッピー。これに関しては、まあ一応ね、先行馬差しとしてね、まあ一旦はちょっとね、入れてみました。まあ唯一の後ろから行きそうな馬だったんでね。そして9番ガロになし。10番、アベリラルビーになしと。そして11番スターインパルスに逃げ。そして12番、グラスタファイア、まあ一応ね、まあ、今度ただなり調教師で、まあ安いけ、あ、今度ただなり調教師で安い調教師なんですけど、まあ一応ね、先行差しとして度外視にしてます。そして13番山見ダンス、まあ一応これ金沢のマナー、あ、間違えてロレラ来ちゃった。金沢からのね、遠征馬なんですけど、まあ逃げ先行馬としてはね、まあありかなと。まあ、石川ダービー惜しくもね、4着だったんですけど。そして最後は14番ローレライゴ。あれ、ローレライゴは、あれ、出走表こっち、ローレライゴ、一応これ今5番人気なんですけど、まあ一応これ先行から差しとしてね、一応予想はしてます。まあ実際、まあ前走はね、サルビアカップ先行して、2着1着か、森田一樹制覇。その前の、オープン特別、森田一樹はね、後ろから行って、そのまま差し切って2着と。まあ、すごいっすね。あかりさんハロン、多分トップかな、こうなると。ロレラ、あかりさんハロンが37秒4で断然っすね。まあ、面白いますね、この子に関しては。そし、っていう感じですかね。まあ、その中でね、先行馬としてやっぱり、1番、4番、まあ、11番になるんですかね。まあ、実際、三鴨騎手が勝ってるの、本当に逃げ馬なんでね、コーナー通過順1111だったんで。まあ、そうなると、まあ、先行馬の1番、これですね、ステップオブダンス。まあ、今年の、関東クスバ3着ですね。まあ、ちょっと面白くなりそうですね。まあ、そうなると13番蹴って、まあ、1番っていう手もあるんですけどね。まあ、そうしましょうかね、一緒。
ちょっと今回13番にあんまり期待ないんでね。てか、あんまり、あの、遠征馬に期待しないのが俺のやり方なんで。まあ、ちょっと番号変わるだけなんでね。まあ、正直、45点のままなんで大丈夫なんですけど、これに関しては。ちょっととりあえずね、ダムールベルンだけ見ときましょうかね。この子に関しては、いささか疑問。そんなにいい馬じゃないだろ。まあ、ちょっと銀ちゃんとの、銀ちゃんより賞金下なんで、ちょっと銀ちゃんとのね、勝ちタイム、まあ、ちょっと合わせながら、見ていきたいと思います。7番ダムールベル。距離は1004ないかな。距離1400m、裏は、あ、これか、ツインホープ特別。この岡部誠騎手が乗ったとき、一応ちょっと見てみましょうかね。ダムールベルン、距離 1400m は、一応馬体重は、55kg? あ、随分背負ったね。55キロか。銀ちゃん53キロだ。あ、54キロ背負ってるか。1400、銀ちゃん54キロ背負ったときは、同じ距離1400メートルは銀ちゃんが勝ちタイム1分29秒で、この牧野ジェアより勝ちタイムいいっすね。同じ一応54キロ背負って。そして、あがりさんハロンが39秒9。なんで、ちょっとこっちの方があがりさんハロンはいいっすね。まあでも、タイム差で見ると、1秒2なんでね。まあ、1秒2やりゃ4馬身ぐらいはぶっちぎれる。1秒7で9馬身出すと0秒2で1馬身。6馬身差か。笑っちゃいけねえ。そしてダムールベルンの距離1500メートルは、1500ないかな。1500直近これしかないかな。これしかないか。これ見てくれ、3歳4組、4月の試合。この時のダブルベロンが一応勝ちまして、勝ちタイム1分38秒6。そして、あがりさんハロンが、39秒6と、一応馬体重は54キロ。だとすると、銀ちゃんの54キロだと、これですね、スパット4プレミアムポイント賞イン、浦和。この時の銀ちゃんが、勝ちタイムが1分37秒1。あがりさんハロン39秒1。ないな。ちなみに、坂井誠二騎手の馬が2着で6馬身差、1分38秒2となっております。そして、あがりさんハロンが40秒3。となると、ないっすね、ダムールベルン。なんで人気出たんだろう。どういう馬だ。前走サルビアカップ7着。もうこれトライアル競争ですね、距離2000メートル。微妙だな、賞金732万だろ。銀ちゃんより少ねえじゃん。主な勝ちから白昼者特別競争を11番人気で制覇。そして、今年の4月制覇してるけど、銀ちゃんよりタイムが遅いと。あ、元ドエバっすね。ちょっと銀ちゃんと一緒に走ってるのあんのかな。ちょっと見てみよう。銀ちゃんの同栄時代は8月16日走ってる、この子。走ってない。9月の28、走ってない。ってわけで無理ですね。この子のちょっと新馬戦見てみましょうかね。JRA にてフレッシュチャレンジ。距離は、1000メートルか。銀ちゃんが勝ったとき、阿部龍騎手で、あがりさんハロン37秒7、1分13秒6という勝ちタイムで、この時のレースが1分1秒9。え?嘘?あ、これ1200メートルか。失礼いたしました。1200メートルじゃダメ。あれ?これ1000メートルか。あ、これか。勝ちタイムが1分ジャスト5秒です。1分ジャスト5ですね。そして、あがりさんハロンが37秒2なんで、まあ、この時から旗のオヌールよりも全然タイムはいいんでね、度外視しましょう。そして、ダムルベルンの距離1200の時は、これか、JRA にてアタックチャレンジ未勝利戦。この時、銀ちゃんはちょっと3番人気で4着だったものの、ダムルベルンも同じ4着なんで、ちょっと見てみましょうかね。銀ちゃんのゴールタイムが1分16秒5。1分16秒5なんで、まあ若干ダブルベルのタイムはいいですね。そして、あがりさんから39秒7に対して、銀ちゃんが40秒8と。ほう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 。勝った馬のタイムが1分15秒7。これが五十嵐騎手の鑑定算数号。こっちのタイムいいね。1分15秒です。あがりさんから39秒3。あがりさんから39秒8なんで、まあこっちの方が若干ラップ遅いのか。遅いみたいですね。タイム指数はこっち出ないのか。なんとなく何とも言えないけどな。微妙な感じがしますね。まあ、ただ一つ問題なんで、ね、
アップというより銀ちゃんが人気が出た。これ間違っても想定外ですよね。せいぜい6番人気ぐらいになるかと思ったんだけどな。ちょっとショック。ちょっとね、東京シティ競馬の方からオッズ見てみようかな。こっちも出るか。東京シティ競馬で。東京、明日の、ロジータ記念。これか。1番人気が、ステップオブランス、やっぱり人気出てきたな。そして、スターインパルスか。ロレライも人気出てきた。やば。そして、まあ、銀ちゃんがこれでアップというか。ちょっと、オッズ更新出ねえかな。復唱だいぶ変わりましたね。銀ちゃん 1.3 倍つかね1.3 倍なんでね、どうしましょうかね。14番ロレライか。1番人気来ちゃった。2番人気か。一応4-11-14推奨してるんで、これつかねえな。一応ね、まあ、ステップオブダンス、まあ、関東クス3着加味し、ちょっと13削ってね、入れてみたんですけど、これやっちゃうと多分本当につかなくなるな。フォーメーションで出してみたいと思います。4-11-14。そして1入れて、1-5-8-11。これで一応7とか、1-2-3-4-5-6。あ、13も入れてね。これ一応入れて人気順で出しますと、まあ一応それでも赤字にはなんないですね。45倍あるんで 61.3 倍。一応、ローレライから銀ちゃん、ステップオブダンスで 61.3 倍、三河本騎手から森タイと、銀ちゃん 80.7 倍、で銀ちゃん頭森タイと三河本の姫 81.8 倍。まあちょっとこれで今回はね、勝負したいと思います。ちょっと13蹴りましょうかね、遠征馬なんで。まあ、一応これ、今、前日のね、15時半頃のオッズなんで、まあ、一応明日になったらね、また、オッズ情報とね、まあ、大体2段階か3段階ぐらいかな。15時、まあ、16時の押して、で、18時頃になるかな。多分、どうなるかわかんないですけど。まあ、多分、まあ、最悪でも15時頃か17時頃。まあ、冷静度取りたいんでね、20時10分発送だから、19時半頃か。まあ、その後、アップロードの時間もあるんで、まあ、ちょっと微妙なところになっちゃうんですけど、まあ、とりあえずね、今回は、表向きはね、一応、4-11-14、そして1-4-11-14で1-8-1-4-5-8-11-13-12しますが、これ一応ね、3連単と馬単の予想ですが、今回ね、買う馬券、まあ、これはね、俺が個人的にね、勝手に買う馬券なんで、あんまりね、おすすめはしませんが、今回3連複に俺はしたいと思います。4番から1-11-14の1-11-14で8、あ、1、5、待って、銀ちゃん頭でしょ。4番から1番11番14番にして1-5-8-11-13-14。これで最後これだけオッズ出しておきましょうかね。俺の推奨オッズフォーメーション、軸は銀ちゃん入れて、1番、5番、8番、11番、13番、14番。一応これで、人気順で出してみたいと思います。まあ、一応3連複にしたんで、12通りで 9.6 倍、赤字確定したか。悩むな。赤字か。4番、14番、やっぱり1番、14番だもんな。11番がでも、案外度外視か。18.8倍。まぁ、ちょっとね、まぁ、買い目としては、13番外したとしても、この辺ですね、57倍とかつくんで、ちょっと美味しそうっすね。まぁ、とりあえずね、もし買うなら、一応これで12点にしたいと思います。4番から1番、11番、14番で、1、5、8、11、13、14。にね、明日のロジー的に勝負したいかなと思います。まあ、それとは別にね、多分銀ちゃんの単服買うかな。で、あと最後ね、ワイド1点勝負、4番、5番でね、ちょっと遊びたいと思います。馬券が欲しいんでね。
まあでもアップトゥーユー、マシマ大好き騎士が乗るんでね、本当は阿部龍騎士が良かったんですけど、まあちょっとね、阿部龍騎士ね、同映画も今回戦が最後なんでね、まあ仕方ないですけど、まあ、とりあえずはね、4番軸にしたいかなと思います。最後、単幅だけオズ出しましょうかね。銀ちゃん今のところ 6.4 倍で、一応 1.3 から 2.7 倍ってことなんでね。ちょっと、まあ見物なんでね、見てみたいと思います。では一応ね、今から川崎競馬行ってきますんで、今日はローレル記念、ローレル賞か。ローレル賞で岡部も今年来てるか。ちょっと見てきましょうかね。というわけなんでね、明日の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。